さっさと始めろ、グズ野郎。戦ってこそ兵士だ。おう。さあ、やるぞ。ここで巨人どもを食い止める。いいな。はい、私も全力を尽くします。私が前に出る。続け続け。音もします。救援要請、無視はできねえ。がいる。みんな行動に注意しろ。まだ戦えるなら、さっさと行け。ダメかと。ありがとうございました。死にたくなければ自制するんだ。
動に注意しろ。おとなしくしろ。行く。巨人を残らず倒すまで私は。次に肉をそがれてやる。どいつだ。巨人をもめともしねえ。行く。綺麗動きをしやがれ。やる。たりとも気を抜けないぞ。新しい死に様だ。死んだ仲間の…おお、
様ら、まだ巨人の餌にはなっていないようだな。教官、なぜここにおられるのですか。第104期の新兵どもがふぬけておらんか、この目で確かめに来たのだ。貴様はライナー・ブラウンだったな。卒業成績は良かったが、気を緩めておらんだろうな。はあ、実戦に出て一層気を引き締めております。コニー・スプリンガー、貴様はどうだ。はっ、ふぬけず励んでおります。ふん、ならいいがな。少し戦闘に慣れてきた今が一番危ないのだ。経験のない新兵が少しでも調子に乗れば真っ先に巨人に食われる。肝に銘じておけ。はい、はい。皆さん、お肉を手に入れました。どう調理するのがいいですかね。サシャ、それ上官の食料庫から盗んできたやつだろ。返してこいって。教官。え、教官。教官もお肉食べません。だ、ちょっと。また貴様か。やるぞ。やるしかねえ。縁だ。苦戦してやがるのか。どうした？俺の敵じゃない。あの巨人は新兵の手に余り。やるか。
帰るなら、さっさと行け。救援要請か。無視はできねえ。行く。あの巨人は新兵の手に余り。やるか。俺の敵じゃない。やる。まとめて相手。俺の敵じゃない。やる。俺の敵じゃない。了解です。次に肉をそがれてえのドイツだ。すごい。あの人についていけば死なずに済むから。まとめて相手に行く。おとなしくしてろ。私が守らなきゃいけないのか。邪魔だ。ありがとうございます。感激です。死にたくなく自制するんだ。やる。おとなしく行く。行く。まだ戦えるなら、さっさと行け。助かった。まだ終わりじゃねえよ。さすが人類最強です。私のことも守ってほしいな。行く。
れかなり強いやつじゃない。おとなしく上も文句は言えねえだろ。手間をかけさせやがって。神よ、戦ってこそ兵士だ。やるぞ。何が正解かは分からん。これが俺たちの選択だ。救援要請だ。無視はできねえ。
Thank you.
巨人は神兵の手に余る。やるか。
変してやがるのか。俺の敵じゃねえよ。まとめて相手してる。おとなしく負傷しました。援護願います。まとめて相手して。助かりました。礼を言います。気を抜くのは早い。まだ巨人は残っている。1年前だ。さあ、やるぞ。俺たちの役割を果たさねえ。
救援要請だ。無視はできねえ。手間するなよ。お供します。手間するなよ。私も行きます。やれ。手間するなよ。面白い話し合い。了解です。どうしてもバケツ。すみません、加勢してください。行く。ありがとうございます。死にたくなければ自制するんだ。面白い。あれは救援要請。急行します。まだ終わりじゃねえ。俺の敵じゃねえよ。まとめて相手して。手間すれ。了解です。面白い面しやがって。わかりました。ありがとうございます。仲間に手を貸すのは当然だ。やる。おとなしくしてない。どうしてもバイト
敵じゃ。来たねえ。素晴らしいご活躍です。行く。お前ら腹をくくれ。強敵だ。皆心してかかれ。言えねえだろ。手間をかけさせやがって。人類の底力を見せてやるぜ。さあ、やるぞ。始めるぞ。ヘラするなよ。了解。
ありがとうございます。了解です。縁談苦戦してやがるのか。まとめて相手してやる。俺の敵なら誰にも。すいません、助かりました。まだ戦えるなら、さっさと行けよ。行く。救援要請無視はできねえ。前に助けられたとはなかったが、礼だけは言っとくよ。しっかり戦えよ、この死に急ぎ野郎。俺の敵じゃない。どうして負けも。
使いそうなのかな。まだ終わりじゃねえよ。すげえな、さすがは先輩ってわけか。あの巨人は新兵の手に余る。やるか。
感じがするぞ。さあ、やるぞ。目的は味方の救出だ。しくじるな。悪い縁談、苦戦してやがるのか。まとめて相手に手は取れない。まとめて相手に了解。ご迷惑を。死にたくなければ自制するんだ。やるか。手だけ来なよ。俺の敵だ。了解です。どうして負けた。縁談だ。苦戦しているのか。おとなしくしてよ。行く。俺の敵じゃ。やる。手は組めよ。俺の敵じゃ。了解です。ある。俺の敵じゃねえよ。
戦えます。肉を削ぎ落とす。今のうちに補給に戻る。救援要請だ。無視はできねえな。役に立てたなら嬉しいよ。止めて相手して。あの巨人は。手は引くなよ。やめて。来た。あの戦い方、僕も見習わなきゃ。お前ら、腹をくくれ。
たちの勝ちだ。みんな、よくやった。ふさわしい死に様だ。やるぞ。戦闘開始だ。どうした、バケモン。俺の敵じゃない。まとめて相手して。私だけでは倒せなかったかもしれません。ありがとうございました。自分を抑制しろ。エレンを残して死にたかねえんだ。おとなしくしてろ。行く。面白い気がしやがる。救援要請無視はできねえ。行く。目立ってるなよ。おとなしくしてろ。了解。どうして待って。おとなしくしてろ。まとめて相手して。手出してるなよ。面白い気がしやがった。了解。仲間の援護に回るか。どうして参ります。俺の敵じゃない。まとめて相手して。すまない、助かった。大丈夫、あなたを見捨てたりしない。手出すなよ。次、了解だ。俺は、救援要請か。手出すなよ。了解だ。
まとめて相手して。私は援護に回るから。まとめて相手して。救援要請。俺の敵じゃない。肉を削がれてドイツだ。さすがだな、リヴァイ兵長は。なんたって人類最強だもんな。してないぞ。私とはまるで動きが違う。見習わなきゃ。巨人は新兵の手に余る。やるか。助かる。助かる。こんなことやり
上も文句は言えねえだろ。生きて帰れりゃ一人前だ。ハンネさん、よう、お前ら。それにしても大きくなったな。シガンシナクを出てもう5年だからね。まあ変わらんところもあるが、エレンは未だにミカサにおんぶに抱っこか。はあ、なわけねえだろ。そもそも昔からこいつが勝手に。それはあなたがすぐ衝動的に行動するから。ったく、いい加減にしろって。アンネスさんこそ今は飲んだくれてねえのかよ。当たり前だ。しかしあの頃は良かったぜ。ただ飯ぐらいの兵士ってバカにされてたのに。あれで良かったんだよ。エレンに言わせりゃまやかしの平和だったのかもしれんがな。壁の外に出られず家畜みたいにずっと壁内で生きていくなんて俺は嫌だ。僕も。人類はいつか外の世界に出ていくべきだと思うよ。若いお前らには退屈だったか。けど俺はあの頃を取り戻してよ。お前ら3人が騒いでる横でのんびり酒を飲んでいられるような日々をな。ハンネスさん、だってよ、今の立場じゃ昼間っから飲んだくれてるわけにはいかねえだろ。結局飲みたいだけかよ。やるぞ。守ってちょうだいね。ここで巨人どもを食い止める。キリーナ、救援要請だ。無視はできねえ。
助かる。まだ戦えるならさっさと行け。続け続け、手間するなよ。俺も行きます。苦戦してやがるのか。まとめて相手してやる。次に肉を削がれてえのにドイツ。俺の敵じゃ。ありがとね、助かったわ。私だけでは倒せなかったかもしれません。ありがとうございました。自分を抑制しろ。エレンを残して死にたかねえんだ。
止めて相手する。面倒くさそうなのが嫌がる。俺の敵じゃない。助かった。止めて相手して。手はするなよ。面白い暮らしやがって。わかりました。まだ終わりじゃねえ。早い。早すぎて目で追うことすらできない。相手して。お前ら腹をくくれ。相手が何であろうと私は倒す。守りきれたみたいだな。ご苦労だった。クソ似ていた匂いだ。エレン、今度狩りに行きませんか？狩りか。お前と一緒ならうまく捕まえられそうだな。サシャ、狩りなら今度私が付き合ってあげる。エレンを危険な場所へ連れて行くのはやめて。そうですか。ならミカサを誘いますね。
レン、私の髪留めを見なかった？落としたのか？探すんなら手伝うぜ。やっぱり自分で探してみる。ごめんなさい。そうか。積極的に手伝おうとするなんて。エレンはクリスタに何か特別な感情でも？エレン、今クリスタの頼みを断ってなかったか？クリスタをいじめるんじゃねえよ。はあ？妙な言いがかりはよせよな。エレンじゃなく、あなたに手伝ってほしいみたい。早く行ってあげた方がいい。ふん、なんだ、そういうことか。おい、ミカさん。何も、嘘ついてまであいつを追い払わなくても。まさか、クリスタじゃなくて、彼女に特別な感情が。ああ、さっきから何ブツブツ言ってんだ。まだ死にませんよ。ふふふ、負けない。やるぞ。奴を逃がすな。続け。確実に仕留めろ。ヘマするなよ。私も行きます。救援要請か。無視はできねえ。面白い動きをしやがれ。どうしてこのバリコン手がするなよ。どうしてバリコン。了解です。おとなしくしてくれ。やる。すみません、助かりました。まだ戦えるな。さっさと行け。さすがだな、リヴァイ。お前の力なくして
人類の勝利はありえん。すまんな、リヴァイ。お前が調査兵団にいてくれてよかった。死にたくなければ自制するんだ。まとめて相手して、この辺で作戦に取り掛かるか。どうして救援要請か。待ってろ、まとめて相手して作戦。おとなしくしてろ。行く。面白い話しやがった。まとめて相手して。倒れた。注意せよ。まだ戦えるならさっさと行け。どうして負けない。おとなしくしてる。好きなのは俺の悪い癖だ。怯えながら勇敢気取ってるやつよりマシだが。ある、
の敵じゃねえよ。さすがは精鋭ですね。どうしたの化け物。俺の敵じゃ。すみませんね。お前ら、腹をくくれ。この巨人、やばい感じがするぞ。面白い暮らしやがった。俺たちの勝ちだ。みんな、よく言った。生きて帰れりゃ一人前だ。感情に任せれば早さ。さあ、やるぞ。
怖いけど、ここ守らなきゃ。ここで巨人どもを食い止める。いいな。エンダール、苦戦してやがるのか。俺の敵じゃない。肉をそがれてやる。ドイツ、さすがだな。あれが精鋭の戦いか。無視はできねえ。
て相手して。お前ら腹をくくれ。おいおい、あんな奴がいるなんて聞いてねえぞ。出なくなよ。大人に言ってろ。わかりました。じゃねえよ。私とはまるで動きも違う。見習わなきゃ。俺の敵ならやる。行く。ありがとうございます。兵士として才能があるわけじゃないけど、なぜか馬には懐かれるんだ。敵じゃねえよ。さすがは精鋭ですね。どうしたバケモン。お前ら腹をくくれ。なんだよありゃ。
んな奴がいるなんて聞いてねえぞ。正しい死に様だ。神よ、人類の未来のためだ。憲兵団の仕事はどうだ。相変わらずだ。上に言われた仕事をこなすだけさ。そっちこそまた博打めいた作戦を考えてるのか。俺はこれしか脳がないからな。秘密主義も相変わらずか。それでよく部下がついてくるもんだ。ありがたいことにな。俺を信頼してくれているようだ。上に立つ者はその信頼に応える責任がある。俺はとてもお前みたいに博打を打つ気にはならん。部下に無理を強いているのは分かっているさ。いつも無茶ばっかりしやがって。まあまだくたばってないだけマシか。お前はきっと早く行っちまうもんだと思ってたからな。ああ、思えばお前とは一緒に調査兵団を志した仲だった。しかしお前は行きつけの酒場の女に恋をし、一人の女性を守る道を選んだ。ああそうだ。俺はお前や他の同期を裏切り、今日まで抜け抜けと生き延びた。そんな言い方はよせ。お前を尊敬している。俺たちにはできない生き方をお前はやったんだ。そいつはどう思う。さあやるぞ。
く。何が正解かは分からん。まずい。これが俺たちの選択だ。俺の手じゃ。どうしたら。レバー引くなよ。了解です。やる。すみません。しくじりました。撤退する。終わりじゃねえ。さすがだな、リヴァイ兵長は。なんたって人類最強だもんな。行く。俺の敵じゃ。まとめて相手して。相手して。できねえ。やる。ものすげえ立ち上がる。やる。俺の敵じゃない。相手して。おとなしくして。
しやがる。敵じゃねえよ。やはり人の上に立つことは違う。邪魔だ。
そうなのがいるな。お前ら腹をくくれ。一人前だ。神聖なる壁を疑ってはなりません。神の手より生まれし壁は信仰心を捧げることでより強固になるのです。神を信じる無垢な心こそが巨人から我々を守る術であり、唯一巨人を退けられる力で。ニック司祭じゃありませんか。なんでこんなところで演説してるんです？我々は兵団の人間にも正しい教えを伝えたいのだ。壁に触れない限り私たちは脅かされることはない。5年前もウォール教はそう言ってましたけど、結局は超大型巨人がやってきましたよね。本来触れることすら恐れ多い壁に兵団が手を加えた。そのことが招いた災いだ。巨人の侵攻に対抗するなら壁の強化や武装は必要不可欠です。よさぬか。貴様らはあの壁を、人知の及ばぬ神の偉業を見てもまだわからないのか。話にならないね。行こうアルミ。あの人たちのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんでしたよね。ああ、あの壁に対する狂心的な態度、いつか私たちと調査兵団と衝突するかもね。やるぞ。
を返した。助かりました。おとなしくしてろ。縁談苦戦してやがるのか。やる。おとなしくしろ。終わりじゃねえ。まだ戦えるな。さっさと行け。やる。救援要請。無視はできねえ。守ってね、お願いよ。俺の敵じゃ、まとめて相手する。俺の敵じゃ。敵じゃねえよ。さすが戦い慣れてるな。
役割を果たさねえのだ。おとなしくしておく。この数ならどうにかなりそうだ。まとめて相手して役に立ったつもりか。ならば礼を言う。死にたくなければ自制するんだ。どうして負けた。おとなしくしておく。なんて早い動きなんだ。まとめて相手してまとめて相手して次に肉をそがれてえのどいつだ。せいぜい頑張る。どうしてマギモリやる。どうしてマギモリ。助かった。
こんなにやりゃ上も文句は言えねえだろ。やがっての任務は